に寄り道、俺自身が全身の責任になることだ。次の歌い上げ寄り道、戻ってきました、アップです。寄り道、全身。旅をかなり行き、短かった。最高よな、マジで。お、いいね。どっちの斧が強いか勝負しようや。おれ、何回カウンター取んねん、マジで。あー、強すぎる、マジで。はい、GG です。これが環境機のドライセントゼータパイセンかい。これが環境機のバーパイセンかい。これなんだろう。タイヤの並木、バタフライエッジみたいに斧投げれるようにしよう。待っても誰も来ませんでした。ポマイか、支援機は。マン、リクト兄貴、いつ見ても3枠しかない書とかで草生える。手術見ようと思ったら配信サイト破延期だったわ。もう下格弱すぎて使いたくない。拡散ビーム砲が来ますからね、やっぱちょっと。飛躍のコンボよりあいつの二種格闘の方が火力出てそうなんですけど、これどう思います？ああ、思い出すよ、前世紀の C1 殺してた頃を。やべえ、最悪なんですけど、本当にごめんなさいでした。優しすぎんだろ。すいませんでした。あ、違う。味方に伝えて、悪くなかった。ちょ、無理なんですけど、あいついたら、ガチで。ああ、もうマジで。あのキャラいたら無理です。なんでお前今日判定なんだ。わけがわからないよ。しかしそのおかげでなんかキャンセルされた。いや、下角も遅いし、もうアトラスガンダムをどうにかしてくれがちで。なんでお前今日判定なんだよ、マジで。
意味わかん。あいつ止めたいな。絶対これ俺を殴りに来る。いやもう一生継続されて回避ないから死ぬんですけど。恩恵受けます。ええちょ何をしている、何、ええな、とんでもないもの見てしまったかもしれません。うわー、ちょ、なんか支援機一生、ちょ待って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 、じゃあそいつは俺が殺しとくから。なんだこれは。コイファイナルファンタジーは良くないです。何してたか知らんけど、親の顔より見てカウンター。まあでもなんかイクススペリオルもなんか弾打ってたし、多分チャットかなんかしてたんじゃないか。分からん。まあちょっと真実は分かりません、我々の目では。無理です。